はい、こんにちは、116インズです。マリナーズはかれこれ20年もプレイオフから遠ざかっている状況にありますが、2000年から2003年の時期はマリナーズの球団史においても数少ない黄金時代と呼んでも差し支えない時期を送っていました。この時期のチームを作り上げたのが、こちらにも出ているパッド・ギリック GM。 ギリック GM は2000年から2003年までの4年間マリナーズの GM を務め、この他ブルージェイズの GM 時代の1992年と93年、フィリーズ GM 時代の2008年には世界一のチームを作り上げた名 GM としても知られ、2011年には殿堂入りも果たしています。今回はこのギリック GM がマリナーズの GM 時代に行った名補強の数々をいくつかピックアップしてご紹介していこうかなと思います。紹介する前にギリック GM 時代のマリナーズの成績見ていきましょう。現在も MLB 史上最多タイ記録となっているシーズン116勝を挙げた2001年を含め、2000年から4年連続90勝以上、2000年と2001年にはマリナーズの歴史で唯一2年続けてのプレーオフ進出も決めています。4年間の勝率は実に6割6厘。ギリック GM の後を引き継いだ GM の時代ではマリナーズとにかく弱かったので、こんなに強かったのが今からでは想像できないかもしれませんが、強かったんです。というか、改めて見ても後の5年間の成績ほんとひどいですよね。どうしてこうなったんだって感じなんですけど、ギリック GM 時代にこれだけチームとして成功できた1位にはやはり効果的な補強の数々が効いていたと思いますので、次から見ていきましょう。はい、まずは就任直後の1999年のオフからジョン・オルルドとの3年契約ですね。守備の時でもヘルメットをかぶるのがある種トレードマークだったオルルドは、ギリック GM がブルージェイズの GM を務めていた1989年に自らがドラフトした選手で、オルルドの地元ワシントン州に呼び戻す格好となった契約です。ギリック GM 時代のマリナーズは強力打線が一つ強みではあったと思うんですが、その中でもオルルドはファーストながら決して30本や40本打つような選手ではなかったものの、アベレージをきっちり残しつつ高出塁率も残せたのがいい味を出していたのかなと。マリナーズ移籍後の2000年から出塁率が3割9分2厘、4割1厘、4割3厘、3割7分2厘と、とにかく塁に出てチームの得点力アップに貢献してくれたんじゃないかと思っています。加えて堅実なファースト守備も魅力的でしたよね。大きな怪我なく毎年ほぼフルシーズン戦い、成績も安定していましたので、私の中では安定感のある選手の象徴的な存在がこのオルルドです。3年2000万ドルの契約は当時の基準では決して安いとは言えない金額ではあるものの、契約期間中のウィンザボリプレイスメントも 14.0 と金額以上の価値をもたらしてくれましたし、この時代のマリナーズを語る上でも欠かせない選手の一人です。続いては同じ年のオフに2年契約を結んだアーロン・シーリー。シーリーは当初オリオールズとの4年契約に合意していましたが、契約前のメディカルチェックで問題が見つかってしまい契約が破談に。直後にまとまったのがマリナーズとの2年契約でした。当時のマリナーズはコンテンダーながら先発4番手以降が全く計算できない状態にありまして、レンジャーズで活躍していたシーリーの加入は計算できる先発を1人プラスできた点でも大きく、マリナーズでの2年間でこの期間のチームトップとなる426回3分の2も投げてくれたのが何よりの証明でしょう。移籍1年目の2000年は前半戦18先発で11勝、防御率 3.95 と活躍し、マリナーズのチーム史上初めてのオールスター選出右腕ともなりましたね。フレディ・ガルシア、ジェイミー・モイヤーと一緒に当時のマリナーズのローテーションを支えてくれた右のピッチャーで、シーリーが在籍した2年間共にプレーオフ進出できたのも彼の存在があったからという部分は間違いなくあるんじゃないかと考えています。はい、99年のオフからもう一つ出したいなと思います。おそらく当時シアトルで相当な議論を巻き起こしたフランチャイズのスーパースターケン・グリフィー・ジュニアのトレード。グリフィーがチームに不満を抱いて特定チームへのトレードを要求し、さらに彼の FA 権取得も近づいていたことから、マリナーズはどうにかレッズとのトレードをまとめグリフィーを放出。見返りに4人の選手を獲得しましたが、どの選手もグリフィークラスには到底見合わないと当時は考えられていました。がここから出てきたのがマイク・キャメロン。移籍直前の99年にはレッズで OPS 8割2分5厘を記録したものの、アプローチの荒さが目立ち評価が高かったとは言い難い選手でしたが、マリナーズ移籍後グリフィーの後釜としてセンターのレギュラーに定着。アプローチは相変わらず荒いままではありましたが、広い制服で20本から25本くらい打てるパワーと運動能力の高さを生かした圧倒的な守備範囲の広さで在籍4年間でウィンザーウォーリプレイスメント 18.4 を記録。2001年に加入したイチロー選手との右中間はどんな打球であっても抜ける気がしなかったですよね。レッズ移籍後のジュニアが怪我に苦しみまともにプレーできなかったことを考えますと、あのタイミングで放出しキャメロンを確保できたのは編成面でも大きな意味を持つトレードとなったのかなと思います。続いては2000年のオフですが、ブレッド・ブーンを格安契約でマリナーズに連れてきたのはギリック GM の補強の中でも最高の契約の一つですね。1年たったの325万ドルで契約しました。
マリナーズはこの年のオフにアレックス・ロドリゲスが流出し、右の内野手を探していたところにブーンと契約したわけなんですが、前年パドレスでホームラン19本、OPS7 割4分7厘と、まあものすごく打っているわけでもなかったですし、98年のレッズ時代のようにホームラン24本くらい打ってくれれば同じくらいに思っていたのかもしれません。ところが2001年のブーンは MVP 級の成績を叩き出し、打率3割3分1厘、ホームラン37本141打点、OPS9 割5分、そしてウィンザーボールリプレイスメント 8.8 とキャリア最高の1年を送り、116勝マリナーズのクリーンアップとしても大活躍。3年総額2500万ドルで再契約した後も活躍を続け、2001年から2003年までの3年間でウィンザーボールリプレイスメント 19.0 を叩き出しました。ブーンもまたこの時期のマリナーズを語る上でも欠かせない選手ですし、2001年の打線のクリーンアップになっていた選手がたったの325万ドルの契約とか本当に驚きですよね。A ロッドの穴はマリナーズにとって本来はかなりの痛手となるはずだったんですが、それをうまく埋めてくれたのがこのブーンの契約でした。そしてもう一つ、ここまでの補強もどれも素晴らしいものばかりでしたが、これ以上の補強はあるのか、イチロー選手との契約ですね。日本人野手としては初めてのメジャーリーガーで、日本では7年連続首位打者には輝いていたとはいえ、そのバッティングを果たしてアメリカでも維持できるのか、当時は否定的な意見の方が多かったようで、元選手で野球解説者のロブ・デビュルには、イチローが首位打者を取ったらタイムズスクエアを裸で走ると言われる有様、そんな選手にコンテンダーのライトのレギュラー、しかもランディ・ジョンソンのかつての背番号まで渡したんですから、まあすごい。そしてイチロー選手もそういった外野の意見を、打率3割5分で首位打者、56盗塁で盗塁王、新人王に MVP まで獲得し、見事に黙らせたのもまたすごい。2001年のチームのまさにラストピース的な存在で、イチロー選手が一番でかき乱し、ブーン、オルルド、エドガー・マルティネスといった後続の強打者たちがそれを返す構図が一つパターン化できていたのが、当時のマリナーズの強みでしたよね。27歳のシーズンから渡米しながらメジャーで3000本安打を記録し、おそらく殿堂入りもするであろう選手を獲得できたこの契約以上の補強は、まあそうそう見つからないんじゃないでしょうかね。はい、なんかここまででだいぶお腹いっぱいな感じもしますが、ここからちょっと番外編としてやっていこうかなと思います。チームを作り上げる上でも大きな判断となったのが、2000年オフのアレックス・ロドリゲスとの再契約を見送ったことですね。当時のAロッドは24歳、それも右打者地獄のセーフコフィールドでプレーしながら、148試合でホームラン41本、ウィンザーボリプレイスメント 10.4 と化け物じみた成績を残しており、 FA で史上最高額の契約を手にするのは間違いないだろうと言われていました。マリナーズも当然 A ロッドを残そうと、ギリック GM 曰く当時としては破格の年平均1900万ドルの5年契約を提示したところ、 A ロッド陣営から話にならないと断られてしまいます。ここからさらに条件をアップする選択肢もあったと思うんですが、ギリック GM は一人の選手にこれ以上の金額は使えないと冷静に判断し撤退。最終的に A ロッドはレンジャーズと10年総額2億5200万ドルと、今の基準でもなかなかの大型契約を手にするわけなんですが、これと同等の額を使っていたら、おそらくマリナーズは116勝できるチームを作り上げることはできなかったでしょうから、補強ではないものの結果的にはものすごく重要な判断だったんじゃないかと思います。そしてもう一つは、ギリック GM 時代にメジャーでインパクトを与えることはなかったものの、後のチームに大きな影響をもたらした契約、フェリックス・ヘルナンデスの発掘ですね。2002年に16歳でマリナーズと契約を結んでいるヘルナンデスをチームが目をつけたのは、彼が14歳の2000年のこと。14歳の時点で90マイルくらい投げていたそうで、そこからチームは彼や彼の家族との関係構築に尽力したそうです。最終的にマリナーズが他球団よりも劣る契約条件ながらも、ヘルナンデスを射止めることができたのは、早い段階からのアプローチが効いていたからだったんでしょうね。同じベネズエラ出身で、ヘルナンデスの憧れでもあるフレディ・ガルシアが当時マリナーズに在籍していたのも影響したようですが、マリナーズを気に入ってくれたからこそ、彼を迎え入れることができたんでしょうかね。契約後間もなくトッププロスペクトとなったヘルナンデスは19歳の2005年にデビュー。以降2010年のサイヤング賞をはじめ、マリナーズのエースとして活躍したのはもはや説明不要でしょうか。ということで、いくつかご紹介してきましたが、ギリック GM は在任期間がそこまで長くない割に、いい補強がめちゃくちゃ多いので絞って選ぶのに苦労しました。こんな経験初めてです。公認 GM との落差ですよ本当に。ギリック GM 時代もいいことばかりではなく、マイナーがあまり育たなかったりですとか、後のチームに悪影響をもたらした要素がゼロではなかったものの、チームの歴史上最も強いマリナーズを築いた功績は、これは永遠に評価されるべきかなと考えています。できればこのギリック GM の功績を上回るような働きを現在のジェリー・リポト GM が今後残してくれるといいなとは思っているんですけどね。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねMLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。